1時間スタート。走れドラえもん銀河グランプリ。ねえドラえもん、ドラえもんが今一番欲しいものって何？なんで？誕生日だよ。プレゼントは何がいいのかなと思ってさ。ありがとう。でも気持ちがこもっていれば僕は何でも嬉しいよ。そういうの困るな。よし、こんなもんかな。ワックス塗りすぎじゃないの？明日はロボット学校の同窓会なんだ。そりゃ楽しみだね。まあね。楽しみじゃないの？まさか、そんなことないよ。久しぶりにみんなと会えるってのに楽しいに決まってるでしょ。さあ、寝よ寝よ、ゆうこ早く寝よう。おやすみ。おやすみ。どうしたんだろう。ん？何なんだ一体。うちほどの品揃えを持つ店はニョコニョコニャイですニャイよ。さ、耳なんてどう？横耳おセクシー、肩折れて超言わる、ミニ耳プリティ、やっぱ男はデカ耳よ。おー、これこれこれにしまった。お耳が高い。お値段はこちらですニャ。ぐお高いですニャ。おい、お帰りだってよ。知らずのディデロードの祭典、ギャラクシーカーレース、まもなく開幕。おーい、ママ、あ、やっと来たな。ごめんごめん、お待たせ。おい、何やってたんだよ。あ、ちょっとね。あれ、またやるんだね。ああ、大人気だからな、ギャラクシーカーレースは。世界中からレーサーたちが集まってきてるぜ。ほら、もう行くぞ。雨止んでるぜ。これまたどうも。おい、大丈夫か？レーサーのデポン様よ。何して？俺にブレーキを踏ませられるのは君たちみたいな可愛い子ちゃんだけさ。デポン様かっこいい。こりゃ、はいはい、君もね、お顔は汚れてるから洗っちゃダメだよ、タヌキくん。僕は猫型ロボットのドラえもんだ。え、俺と同じ猫型？何がおかしい？だって耳がねえじゃねえか。デポン様の耳立派だわ。と、じゃあな。耳がない猫なんてタイヤのない車と同じだぜ。気にするなよ。同窓会？うん、今ドラえもん留守なんだ。さ、入って入って。あら、ドラえもん帰ってたの？今からみんなで誕生日の。いや、おかえり。何そのおにぎりみたいなの。あ、同窓会だって聞いたけど。仮装パーティーだったのか。わかった、化け猫だな。すげえ勢い。びっくりした。何かあったの？そう。ん、おい、これ見ろよ。ドラえもんの友達ってみんな黄色いのな。ドラえもん見っけ。すぐわかるに決まってんだろ。一人だけ青色だし。ん、何それ。そういうことだったのか。おめでとうございます。ドラえもん様にギャラクシーカーレースへの特別出場権がご当選いたしました。カーレース？なのギャラクシーカーレースです。ある方
方の推薦もあり、こちらに素晴らしいレーサーがいると聞いたものですから。はい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 、それは俺たちのことだぜ。ではこちらにお名前を。はおーい。ちょっとこれはドラえもんに来たもんだ。うるせえ、俺は気にしねえからおめえも気にすんな。そんな無茶苦茶な。銀河のレースだなんてなんだかロマンチックね。ああ、静香ちゃんまで。のび太さんは無理無理、三人車でもこけちまうような野郎だもんな。優勝したら何がもらえるんだ。お望みのものは何でも、野球場でも星でも。僕もレースに出る。欲しいものがあるんだ。お前には無理だよ。そうかもしれないけど、ドラえもんがいればこれでいい。はい、じゃあちょっと下げてください。ポチッとな。私カレンと申します、よろしくね。のび太くん、みんな、さあ行こう。ドラえもん、どこへ。ギャラクシーカーレッサー。心の中いつもいつも描いてる夢を乗せた自分だけの世界地図。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ続いてご紹介するのは前回大会の優勝者、スピードキャット、デボン・アレックス。デボン様、今年も盛り上がりますな。委員長、カレン様ご到着します。どこ行ってたんだあいつは。レースなんて知らないよ。またまた、そろそろ到着です。最後に特別エントリー枠として21世紀の少年レーサーたちです。君たちへの拍手だよ。答えたな。はい。ではご期待に応えまして、ジャイアンにボエボエ。レースに出場する、どういうことなのお兄ちゃん。知らないよ、勝手に送られた招待状にみんなが勝手に登録しちゃったんだ。だからって。まあまあ、固いこと言わないで楽しく行きましょうよ。楽しく楽しめるかな。誰、知らない。このレースはタヌキや子供が楽しめるほど甘くないぜ。だから僕はタヌキ。タヌキじゃないぞ、猫型ロボットだ。それにドラえもんは何だってできるんだ。レースだってやってみなくちゃわからないよ、のび太くん。確かにそうだ、いいこと言うじゃないか。これご褒美じゃな。なんだい。パンの耳。耳、とにかく私は反対よ。これを見て。ギャラクシーカーレースは超空間ゲート、つまりどこでもドアのようなもので星をつないで走るレースなの。中には危険な星もあって、毎年たくさんの怪我人が出ているわ。それにそもそも車がないでしょ。それはドラえもんが。無理よ、お兄ちゃんや私はデパートで売ってるようなものしか持ってないもの。え、そうなの。
あつまんねえの。おいスネオ、俺スパゲティ大盛り。はい、喜んで。静香ちゃんはサンドイッチがいいな。ちょっとみんな諦めちゃうの。車がねえのにレースできるわけねえだろ。仕方ないよのび太くん。のび太さん必死になっちゃって。まあ優勝して何もらうつもりだったんだろうね。ここは22世紀なんだ。車くらい探せばなんとかなるさ。足回りが悪いみたいだ。のび太さん、どこ行っちゃったんだろう。もう日が暮れるわ。こうなったらみんなで手分けして探しましょう。はあ、未来でもどんくさいやつ。ええー、これ全部ベンガルさんの車。ああそうだよ、ベストを尽くそうと思ってるからね。どの車を使うかもギリギリまで考えるつもりさ。ジャイアン、ただで貸せた。バルーおととしきゃぐれ。ノブ、のび太さん、あちこち断られちゃって足が棒になっちゃったよ。そんなに頑張ってのび太さん、一体何が欲しかったの。ね、はい、これってドラえもんが今一番欲しいもの。実はドラえもんには昔耳があったんだ。体の色も本当は黄色でね。猫型だからネズミにも強かったんだよ。じゃあなんで。ある日安らかに昼寝をしていると、耳が、僕の耳が。怖い、ネズミ怖い、ネズミ怖いよ、怖い。やっと今日で退院だね。よかったよかった。そんでまあそのなんだ、君の耳は飾りみたいなものだからあまり気にしないように。これが僕。おい君大丈夫か。大変だ。医者、医者はどこだ。ショックだったのね。だからね、ドラえもんに猫耳をプレゼントするんだ。絶対喜んでくれるよね。すいません。すいません、ごめんね、付き合わせちゃって。すいません、すいません、すいません。誰だ謝ってんのは。人間軽々しく謝るもんでねえだぞ。すいません。ああ、分かればいいだ。さらば。おじさんのところに車ないですか。車、うん、すっごく速いの。ねえ、あるだ、あるある。えちょくらそこで待ってろね。やった、よかったわね、のび太さん。すげえべ、これが俺っつの工場でいっちゃん速いやつだ。あのね、僕が言ったのは自動車。俺らの専門は自転車。だってあの看板に、ああ、点が外れてんだ。一文字違いだべ、気にすんなってや。こっち行ってみようか。ああ、待て待て、帰るのはこいつを試してからでもよかんべ。なんつってもこいつは、あら、あちゃちゃ、だから待てって。あ、苦節30年よ、あ、俺らがようやく作った。あれ聞いてねえな。あ、すいません、すいません、乗ってお願いしますな、おでいかん様。すいません、すいません、すいません。ちょっとこいだらすぐ帰るからね。その代わりをもっきせこげよ。行ったか行ったか行ったか。なんだこりゃ。おう、帰ってきたか。どんだ、ハイエンベー。すっごい。一こぎ300m のウルトラアシスト自転車だ。これがあれば、ねえ静香ちゃん。
優勝しよう、ドラえもん。どうしたの、その剣が。準備はすべて整ったわ。あとはあなた次第。私たちの優勝にサルー。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。勝負ってもんがあるのさ。頑張れよ、ドラえもん。おじさん遅いな。これこれ、そこの一庶民、道を譲りたまえ。スネ夫、ボンジュール。どうしたの、その車。借りたんだ、ただで。え、いや、その車でよかったかな。最高だぜ、心の友よ。やはりお金持ち同士気が合いますな。気に入ってもらえて嬉しいよ。聞けば君たちも車がないそうだね。はい、貸してあげるよ。え、でものび太くん、あれ。おらがほたえも父ちゃんが食ってよ、でかいでかいヘバコ。あ、やめとこ。おじさん遅いよ。しゃあねえだ、徹夜で仕上げたから一眠りしてたんだよ。それって徹夜の意味が。お望み通り、バッツ決まったんぞ。ストリー。なんだこれ。おら、優勝はこの大師様のもんじゃ。すごい車だな。うわ、燃えてきたぜ。各社続々とスタートラインについていきます。おっと、この車一体なんだ。アヒルだ。超かっこ悪い。本当はもっとかっこよかったはずなのに。むしろ僕はほっとしたいよ。まるで醜いアヒルの子だな。かわいい。さあ、いよいよスタートです。ドキドキしてきた。ええものがあるだ。そこのボタン押してみえ。交通安全のお守りだ。当然だめ。そっとも頑張って。応援はそっち。レースは次のステージへ。星つながる上空間ゲートだ。トップやはりこの人、デポンアレックス、ぶっちぎりだ。と、アヒル号2番手、嘘だろ。嘘ではありません。そんなに飛ばして大丈夫か。レースはこれからだぜ。メロ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 って。あっそう。ネクストステージへ突入だ。
岩だらけのこの星だ。吐きそう。のび太くん前前。とっとと走れ。俺のチャリンコはそんなやわでなかんべ。パンクしちゃったよ。ならすぐに直すんだ。自転車にパンクはつきもんだで。おい、やばいよ、のび太。はい、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 そんなんじゃこの大サメは止められ。あいつのせいで前が見えないよ。君たち、ヤツの後ろは不利だ。ベンガルさん、ついてきたまえ。こっちが近道だ。サンキュー、心の友。ビリになっちゃった。岩が邪魔でスピードが出ないんだ。わかったバリー。これで岩を壊すんだ。さて、こちらはサードステージのゲート前です。今デポンを先頭に次々と通過。ちなみに各ゲート最下位の車はここで失格となります。一体どの車だ。のび太くん急げ。もう声が出ない。ヨーヨー、負けねえぞ、チェキラッチョ。ボカを押すな。押すな。そんなのありかよ。ありです。アヒル号ギリギリで突破。ありなんだ。必殺六六首だ。六六三十六なんてな。ここからはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。サードステージ、レースは中盤戦に突入だ。すげえ、溶岩の湖だ。適応灯を浴びててもちょっと怖いわ。クーラーがあるしね、快適快適。まずいよ。おじさん、おじさん。うるせえ、おじさんおじさんって言うな、こんな。アヒル号にクーラーはついてないの。そんなハイカラなもんはいらねえ。自転車は汗かいて風切っておめえ。あれ、おじさん、暑さでショートしたんだ。僕もショートしそう。そうだ、あべこべクリーム。これを塗れば暑さ寒さがあべこべに感じるんだ。塗りすぎだよ。ドラえもん、あれ、うん、ねえ、どうかしたの？なんでもない。俺に何か用でもあるのかよ。使う？あべこべクリーム。のび太くん、こんなやつに。困った時はお互い様でしょ。あ、何すんだ、せっかくのび太くんが。悪いな。俺は誰も助けないし、誰にも助けられたくないんだ。ごめん。本当に嫌なやつ。まあまあ、誰かさんみたいに意地っ張りなだけかもよ。ん？フォースステージは放棄された巨大宇宙ステーションです。しかし現在原因不明の磁気嵐が発生しており、中継映像に乱れがございます。今しばらくお待ちください。磁気嵐だと？バカな。それがなぜか突然。くしゃー、どうしたんだブー。マップが表示されないでブー。おっと、リタイア。またまた。お兄ちゃん、変だぜこれは。力合わせる彼女、よくやる。バケー。
行き止まりじゃぞ。危ねえ危ねえ。ジャイアン、ストップストップ。ここはさっき通ったでしょ。そうか。だから僕が運転した方が早いって言ったのに無理やりハンドル。マジで。そっちは危険だ。嫌な音がする。うん。道先ステッキはこっちだよ。でも意地を張るな。俺の耳は確かだ。うるさい。騙されないぞ、卑怯者め。何？お前なんか猫型ロボットの恥だ。ドラえもん。さあ行くよ、のび太くん。また一台リタイアね。しっかり捕まってろ。この何するんだ。やっぱりお前は。あれを見ろ。お前は子守ロボットだろう。レースに勝つよりも大事なことがあるんじゃないのか。やめろ、のび太くん。ドラえもんからって。のび太くん、怪我したの？ちょっとぶつけただけだよ。大丈夫。さ、レースに戻ろう。このレース何かあるぜ。気をつけな。さあ、ついにレースは終盤戦。フィフスステージは未開の惑星です。しかし残っているレーサーはたったの6人。委員長、これどういうこと？いや、そのまさかこんなことに。6台も残っていれば十分です。カレンさん、この星は今回初めて取り入れたコースですよ。何が起こるかわからないのがレースというものではありませんか。このオンボロが邪気にぶせる。なんじゃこりゃ。あいやいや、虫がめある。キモやる。私はオスがある。やめおる。おりゃ、早く。気味が悪いわ。そう、心の友はどこ行ったんだ。君たち無事か。ベンガルさん、聞くんだ。今猫耳ロボットに攻撃されてる。デンポンだ。証拠のビデオをデータでそっちに送った。委員会に知らせ。ベンガルさん、お金持ちなのに。おのれ、よくも心の友は。失格になるぞ。お前には
ケンジ、よい子は真似しないでね。んなこと言われても文字だけじゃな。のび太くん、無理しないでゆっくり行こう。ダメだよ、絶対優勝するんだ。うわ、はなおとなしゅうしとけ。こいつは許せねえ。みんな、どうしたの。こいつがベンガルさんを突き落としたんだ。私も見たわ。てめえ、失格どころじゃねえぞ。ゲーム所行きね。それよりもこいつはレースを侮辱してある。みんなちょっと待ってよ。文句あんのか、伸びた。うわ、違う。確かにデポンは嫌なやつだ。生意気で意地っ張りだ。でもレースで汚い真似をするようなやつじゃない。お前、でも証拠のビデオがあるんだよ。詳しく調べてみよう。ドラえもん、あれあれ。委員会へビデオを持って行ってくれるだけでよかったのに、まさか失格になるとは。何言ってやがる。わざわざデータを回収する羽目になったじゃないか。心の友ベンガルさん、リタイアしたはずじゃ。猫耳ロボットに攻撃されてる。メインにだったろ。お前が俺のふりをして。やあ本物くん、俺の車をいじったのもお前か。君に小細工は通用しないな。この手で失格になってもらうのが一番だったんだが、子供ってのは予想を超えるな。じゃあレースに誘われたのは偶然だと思ったのか。だがまあ、デポン君がリタイアなら私の思惑通りというわけだ。てめえ、すかしおって無事に帰れると思うな。この星は私の所有物なんだぞ。全ての虫たちは私の言うことを聞く。そのように作った。ではあまり時間もないので失礼するよ。アディオスアミーゴ、アミーガ。依然として6組の信号は発見できま、ベンガル選手の信号検知。レースは無事続行です。お兄ちゃん、口を閉じろ。そうだな、半年くらい閉めておけ。許してくれ、俺はてっきり。さっきからもういいと言ってるだろう。レースはもう終わりだ。まだだよ、まだ僕たちのアヒル号がある。何、どこじゃい。あっちに埋まってるんだ。みんな手伝って。当然あるよ。そういうことはもっと早く言うもんじゃい。のび太さん、それのために頑張ってるのよ。ドラちゃんが今一番欲しいものだって。お前はただの子守ロボットじゃなさそうだな。デッポン、君は。俺はただのレーサーさ。でもどうやってここから。ねえジャイアン。何。新曲を歌ってくれないかな。どうして。ケーキ漬けにポカーンと。頑張る。ぶっ飛ばす。一つ頼みがある。あいつに猫型ロボットの意地を見せてやれ。
ファイナルコース軌道ハイウェイですが、ベンガル選手のウィニングラン状態です。ああベンガル、私たちこれで、ああ結婚できる。君のお父様にももう文句は言わせん。ああベンガル、ベサメムーチョ。おお来た来た来た、まさかまさかのアヒル号だ。お客さん、ったく心配させちゃねえだよ。ハッスルネジ持ち上げ完了。すごいじゃないか。お兄さんと取引しよう。欲しいものは何でもいくらでも好きなだけ買ってあげる。だから僕に優勝させてくれないか。この庶民のお子様が指導。カレンバージだ。オーケだ。丸くて青くてドラえもんみたいだ。行こう。アヒル号、地球へ帰ってきます。早く早く急いで。ベンガル目いっぱいだ。チキシューだからタイヤは嫌いだ。加速、2台並びました。いよいよついにラストラン。卑怯者には絶対負けないぞ。これはどうしたことだ。花火がアヒル号を襲ってる。弾や鍵や弾や鍵や。カレイ、貴様というやつ。ベンガル、カレイどうした。ぜひ踏みつぶさせてくれたまえ。ドラえもん。やったべー。
優勝したのはゴンスケ自転車店のマシンだべ。いや、素晴らしい走りでした。おめでとう。すげえ子供たちじゃ。もうどれだけ心配したと思ってるのかしら。何よ。いいな、何もらうんだろう。それはね、耳。ではチャンピオンに伺いましょう。お望みのものは何でも。その…この会場の皆さんにどら焼きたくさんごちそうします。え、どら焼き。いいぞ猫型。よくわかんないな。もったいない。よっしゃ食いまくってやる。何考えてるだ。ドラえもん